これは小岩ぐらいのお湯みたいな感じ、グルメの方へ行ってみたいと思います。罰ゲームが与えられてるみたいな、硬いんだけど。飲みながらだったらすごいずっと進むと思います。あとでちょっとピリッとするのがいいですよね、あとでね。じゃあ、お疲れ様です。よろしくお願いします。楽しみしました。よろしくお願いします。まあ、2年間の浪人を経て選手になったので、もうその時点でやっぱ脱出は感じてます。おー、あげるみたいな。来年来年、本当いい本人が本人なんです。犬と一緒じゃん、さっき言ってた。はい、はい、皆さんこんにちは、坂本勉です。坂本勉、61歳元自転車競技選手、元競輪選手でオリンピックメダリスト。競輪選手時代にはその強烈な立て足を武器に数々のタイトルを手にしてファンを魅了した。ロサンゼルスオリンピックで銅メダルを手にしたことと圧倒的な先行力からついた異名はロスの超特急。今日はご覧の通り別府に来ております。せっかく別府に来たということなので温泉に浸かりたかったんですが、さすがにここはね浸かれないということで、すいませんけど、今日は残念ながら浸かることはしません。じゃあ何をするかというと、この後大分の支部の選手とお酒を交わしながら、明日ちょっと楽しくお話を聞きながらやりたいと思います。入ってみようか。うん、いや本当にちょうどいい湯加減で最高な感じ。このぐらいだったら大塚健一郎湯じゃないね。これは小岩ぐらいの湯みたいな感じ。はい、じゃあこれなんかここのカボスサイダー、地元大分の名産みたいで、ちょっといただいてます。ちょうどね今足湯入ったんで体があったかいんでね、ちょうどこういうのを飲みたいなと思って。カボス、カボスがすごい入ってますよ。本当に、まあカボスの炭酸ですよ。本当美味しいですよ。そしてもう一つはこのこれアイス、アイスですかね。なんかこれひんやり冷えてる果物、いちご。罰ゲームが当たられてるみたいな、硬いんだけど。これ食えっていうことね。すごいシャーベット状だよ。美味しいんだか硬くて冷たいんだか分かんないですけど、あ、美味しいです。あとでいちごの味はしっかりとして本当に美味しい。でも硬いんだ。これ気をつけてください皆さん。はい、別府競輪場に到着しました。何年ぶりですかね、7、8年ぶりになると思いますけど、いや現役で走っていた頃より相当綺麗になりましたよね。そしてあれが噂の競輪温泉ですね。やっぱり別府といえば温泉ですからね、いいですね。そして何といっても競輪場が綺麗なと同時にグルメもなんか美味しいということなのでね、早速ちょっと時間も3時を回って過ぎてますので、グルメの方へ行ってみたいと思います。おー綺麗ですね本当に。さ、空港か、本当に空港っていう感じだな。うわー本当に明るくて綺麗なって感じで、これだとファンの皆さんも一日過ごしやすいんじゃないかなって感じがしますね。なんか職員さんも空港をイメージしてるから、アテンドさんみたいな服装をしてるっていう感じでいらっしゃいましたね、アテンドさんが。あそこの壁にはこの大分県支部の選手の方々の顔写真が貼ってありますね。いいですね。結構大勢いらっしゃるな。自分よりまだまだ
ベテランの年齢的には自分の方が上なんですけど、大竹慎吾もまだいますからね。すごいですね。ガールズも4名いるんですね。頑張ってるな。それでは、せっかくね、ペペ競技場に来たんで、成田屋さんがグルメで美味しいというんで、そこのね、鶏天ともつ煮をちょっとね、いただきたいと思いますので、早速行ってみます。あ、匂いがしてきましたね。美味しそうな。あ、どうもこんにちは。こんにちは。いいですか。どうぞ。はい、お邪魔します。坂本さんですね。お、よく知ってますね。大ファンです。本当ですか。はい、テレビを見てます。あ、やっぱりここは大分といったら鶏天。鶏天ですね。あとホルモンの煮込みもいいんでしょ。美味しいという噂を聞いて。ホルモンの煮込み、鶏天、ホルモンが一番ですね。あ、そうですか。はい、じゃあその2つをちょっと、お願いしたいと思います。かしこまりました。しばらくお待ちください。お母さん、焼きそばも有名なんですか、ここ。全部有名です。全部有名。はい、自信があるんだね。まだ言うのがありません。おー、自信があるね。はい、やっぱりそれぞれの競輪場の美味しいのがあっていいですよね。改めてなんか勉強になるというか、分かることがあって。失礼いたします。ホルモンからどうぞ。あ、これすごいですよね。これ普段からこの量なの。そうですよ。いや、すごい。うちの別府競輪場の成田屋のホルモンは、うん、競輪場の中でナンバーワンと。いや、ナンバーワンですよ。いろんなところで、あの、このもつ煮はあるんですけど、こんなに大きいの初めてですよ。牛を使ってるんですよ。ああ、そうなんですか。縦は豚。結構回ったんですけど、はい、じゃあ早速いただきたいと思いますよ。こんなに分厚くてでかいですよ。美味しいですよ、本当に。で、全然油っぽくないんですよ、本当に。美味しいです、本当に。あの、やっぱり牛だけあって、全然、なんか臭みもないし、本当にギトギト感もないと美味しいですよ。何個でも食べられますよ、これだとね。飲みながらだったら、すごいずっと進むと思います。で、後でちょっとピリッとするのがいいですよね、後でね。名物、鶏天でございます。これが、からし醤油につけてお召し上がりください。あ、そうなんですか。はい、混ぜて。これ初めてなんですよ。あ、噂は聞いてましたけど、こう鶏天を食べるのは初めてなんですよ。あ、そうなんですね。で、これでこういうにからしをつけて食べるんですよね。からしのポン酢なんですけど。これポン酢。そうです。これ初めてですよ、本当に食べるの。これ本当に初めて。食べたことあるんです。あ、あるんだ。じゃあ大体の味は分かるんですね。美味しい。最高。柔らかいですよね。なんか、あの、唐揚げのイメージで食べたら全然、あの、柔らかいですよね。唐揚げではちょっと硬い感じがするじゃないですか。ね、柔らかいです。今日は良かった。これ食べれて。本当に、いい仕事ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、どうも。美味しかった。さあ、これでちょっとは小腹が良くなったんで、次行きますか。選手が待ってますんでね。はい、別府競輪開設74周年記念競輪 G3 オランダ王国友好杯は7月25日から開催。温泉にグルメ、競輪を満喫しようということで、居酒屋三の浦さんに参りました。早速大分の選手が中にいるそうなので、入ってみたいと思います。はい、どうも。お、こんにちは。どうも、坂本つむです。お久しぶりです。どうも、お久しぶりです。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張したな。S 級一班、大塚健一郎。同じく S 級一班、小岩大輔。大分支部の先輩後輩で同じ追い込み型。大塚は昔ながらのマーク屋と呼ばれ、横が激しく強いことで有名。
一方の小岩はマークやながら性格は比較的穏やか。二人とも正反対な性格だが、今夜の飲み会はどうなるのか。先行選手を後ろから支える追い込み型二人の思いとは。いい、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様です。よろしくお願いします。楽しみしました。よろしくお願いします。お願いします。あの、二人は何歳違うの？7つ、はい、まず、選手にね、なろうとしたきっかけとは、そもそもどういうと、今更ですか？今更だけど、ほら、最初のようなやつ。自転車競技やってたのは二人分かって、ほら、ジュニア大会とかで強いの分かってたけど、その時にも、自転車競技になやるイコール選手になろうとして、どこでこう、競輪選手っていうのをなろうと思った？ああ、自分も師匠が、山田文俊さん、選手だったんで、まあ小さい頃から競輪選手の存在知ってたんで、正月とかお盆とか帰ったら、うん、朝練とかしてて、ローラーとか乗って。もう乗ってたんだ。で、いや、フレームとかかかってたんで、いや、覗いてみてただけなんですけど、うん、ああ、そういうのはあって、まあ、出所表を見せられて、まあ、いいとこだけですよ、うんうんうん。優勝したら100万円とか。うんあ、そういうのも見てね。てああ、やっぱり、憧れいいなぁと思って。美味しいなぁと思ってですね。やっぱり、ね、小学生ですから、うん、まあ、純粋にちょっとこう。やっぱり、プロスポーツイコール、うん、お金っていうか、賞金だからね、うん、自分ね。頑張ってね。で、小岩、うま。あ、僕は、あれですね、中学校の頃に、小学校の先生がトライアスロンしてたんですけど、まあ、その先生からトライアスロン、誘われて、で、その先生と塚崎先生が、同郷なんですよ。で、まあそこで話をしてくれて、まあ競輪選手目指してみないか、ということで、うん、僕は高校行ったから、はい。だから自転車やるんだったらここの高校がいいよ、みたいな感じ。競輪選手を目指して、うん、はい、ひじこに入りました。じゃあもう、若い時っていうか、からもう競輪選手になりたいっていう感じだったんだよね、よね。まあ中学生ぐらいの時から、やっぱりこう、ちょっと出来が悪かったんで、うん、やっぱりこう、小さい時に言われた言葉と、中学生の時の自分の勉学と、やりたいことと、お考えた時に、急にしかないかな、という感じですね。あ、そうなの？はい。やっぱ、そうして憧れの競輪選手になれて、実際になって、そのギャップっていうかでもあった。やっぱり自分が描いてた競輪選手と実際に競輪選手なんて厳しい世界だなっていうこの入ってみて、やっぱり自分が思い描いたもうすぐ上に行くだろうとかそういう感じと違うなとかそういうのもやる。まず選手になるのが受からなかったんで、うん、まあ2年間の浪人を経て選手になったんで、もうその時点でやっぱ挫折は感じてましたね。逆にそれが良かったかもしれないとか、選手になってからだから頑張るみたいな感じで。まあ1年先輩に、やっぱり小野先輩がいましたので、うん、まあ高校時代から世界戦とか、うん、ジュニアじゃないですけど、世界戦にも行きましたし、うん、差はあるのかな。やっぱこう慣れない人、慣れる人、はい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 、差があるのかなと。思って、まあ、挫折は、うん、からの、その、次元でしたね。はい、小岩は？そうですね、僕あんまり、競輪って見たことなかったので。あ、そうなの？ただ、自転車競技ってトライアスロンだっけ、はいはい、こっちのイメージが強かったのか。で、まあ、高校入ってからも、競輪は見たことなかったです。あ、そうなの？はい、競輪場にも行ったこともなかったです。レースをですね、見に行ったこともなかったですし、まあその中で、まあ競輪選手を目指してやって、うん、ただこう、競輪選手、アマチュアの頃に、やっぱり S 級の、まあ、大塚さんとか、すごい選手だなっていうのを分かって、で、まあ自分が S 級になるとは思ってなかったです。そこまでの力はないけど、まあ頑張って競輪選手になれたらいいなっていうような感じはありました。ああ、そうなんだ。うん、選手になった時とか、憧れの選手とかいたの？その当時。まあ自分は追いかけるような形でね。そうですね。年も近かったみたいな感じで。いや、すごかったですから。うん、まあね。で、一個上でですね、インターハイ国体を飛び抜けて、世界ジュニアと
飛び越えて、で、競輪選手をと同格の世界選手権に行くじゃないですか。そして、やはりこう、1000メーターとかも、日本記録とか、なんかこう、自分の中はちょっとこう、雲の上の存在というか、そういう感じで見てて、小陽君は？まあ、大分の先輩、大塚さん、まあ、小野さんもちろんそうなんですけど、武田豊樹さんとか、伏見さん、山崎さんとか。じゃあ、どっちかっていうと、自力タイプの。どうしても自力が目に。ああ、まあ、花形だからね。やっぱ競輪を見てみると、やっぱり成功選手はレースを作るからね。若い頃は僕も自力なので、どうしてもその自力選手に目が行くのが、強いなと思ってます。今こういう風に選手になって、自分から見ると、二人ともほら、もう追い込みでしょ。追い込みになったら、こう、先行選手を大事にする、こうしたいとか、追い込みとしてのなんかそういう信念みたいなのは、自分、これだけは絶対曲げないとか、もう、地区を重視するのか、このレース、もっと強い先行選手がいたら、悪いけどそっちを、もう、行くのか。まあ、基本的には、やっぱり、自分は九州なんで、もちろん九州の中で、番手を回りたいという意識で走ってますけど、僕もやっぱり基本は地区ですね。地区がまあ優先 でやっぱり先行選手が先行してくれたらもう何が何でも絶対止めてやろうっていう気持ちは持ってますよ、自分が一番このピークこの時期強かった時でもいいからこの選手を後ろついてみたかったなっていう、この自力選手の後ろついてみたかったまあ自分も47歳になるんで、ピークの時は、すべての。どこ、箱行った全部、行かしまったんで、納得はしています。今となれば、おこがましいんで、その最低限の自分のポリシーである、やっぱりこう、番手を回るっていうことに対して、そこが一番強いなら、勝っても負けても勝負には行きます。そういうスタイルだろうね、見ててもね。はい、どういう選手、僕は、中川誠一郎さんですね。あ、そうなの、まあ、当時、中川さん九州の自力でやっぱ一番強かったので、やっぱり誠一郎さんの後ろつきたいなと思って。で、実質ついてみて、どう離れましたね。ついていけなかった。やっぱり強いなと思った。やっぱり強かったですね。まあ、今回記念の、ことに関して聞いていくんだけど、記念に、もう、ある程度二人とも年齢を重ねてるから、調整の仕方も若い時と、違ってきてるでしょ。まあ今回に関してはちょっと直前に鎖骨今折ってるんですけど、怪我に対しても、まあ昔とはちょっとこう治りも違うし、少し焦ってる部分はあると思うんで、焦ってもちょっといいことないんで、がまあうまく、気を沈めながらこの1ヶ月ぐらいでは足は変わんないと思うんで。まあ、精神だけ研ぎ澄まして。焦らずね。まず、直す方を重点的にするんだね。そうですね。はい。まあ、昔よりは、昔の調整方法とは今、確かに違います。気持ちの部分でも。余裕がちょっとあるようなね。あ、そうですね。はい。一年間の一番のピークを、自分は地元記念に持っていくような一年のスケジュールとか、そういう一年、ずっと現役の時やってたけど、やっぱりそう。いや、みんなそうだもん。そうだよね。はい、もう入る、入れないは別として、そういう感じでやってるので、そこに向けてみたいなね。やっぱりそうだよね、選手はね。一箇所はないですからね、地元の記念はですね。やっぱりG1 で走るのも大切だけど、やっぱりなんだかんだ言って、地元は別格みたいなのがあるからね、やっぱりね。ここでね、走って、しかも、決勝乗ってって感じでね。鳥天でしょ？鳥天です。今日ね、競輪場のね、成田屋さんで食べてきたの。日本一美味しいって言われて食べて美味しかったんだけど、じゃあ、いろんな味があるから食べてみてって言うから、ちょっとここを、ね。ああ、そうですよね。ね。こっちは、もう。いや、ちょっとみんなで、ほら、手をつけて。いただきます。美味しいよね。はいはい、これ、ありがとうございます。やっぱりあれか。佐藤さん。ん？からしですよ。あ、言ってた、そうそうそう。からし。そうそうそう。これがアクセント。言ってた、言ってた。これをつけてくださいって言ってたんでしょ。さすが地元の人だね。さすが。俺初めて食べるんだよ。本当ですか？ほら、今日の成田屋さんが初めて、こういう。はい。やっぱり違うね。いろんな味がある。あ、まあ、まあ。どこも美味しいですね。うん。
これは美味しい。これは美味しい。これは美味しいとか言ったらダメですよ。これも美味しい。酔ってないね。酔ってないですよ。酔ってないこんなこと言えないですよ。うん、一回、あれ、サマーナイト走ってんだっけ？あの、記念前に。はい。ね、サマーナイト一本走ってきて、毎年大体呼ばれてる地元記念は。あ、まあそうですね。大体。まあ、そうですね。プライベートの話突っ込んで聞いてもいいの？全然いいですよ。いや、はい、俺はいいですけど、恋、うん、はわかんないですよ。あ、そう。一応そこも、ほら、あの、ほら、家族のこととか聞きたかったから。いや、佐藤さんもいいんですか？俺は全然 OK です。OK？ うん。子供さんは大きいでしょ？あ、もう、結婚して、もう、孫もいます。結婚してってこと？ 24 歳、結婚して、もう、じいじです。え、選手になるとか言わなかったの？子供が、お父さん選手になりたいんだけど。まあ、一回はなんかそういう雰囲気はありましたけど、やはり、競技場の雰囲気を見てですね、あ、街道とか、ロードとかとは違う、雰囲気だったとは言ってましたね。じゃあ一回も自転車競技もやってなかったんだ。いや、自転車またがるのもある。はい、ちょっとね。はい。だから今自転車どうなんだ、興味いってない奥さん。いや、強いんですよ。息子今自転車部してるんですよ。え、本当？はい。え、ここ？ここ今今年2年生で。めっちゃ強いですよ。何種目は？種目競輪してるんですけど、うん、今年の九州大会は1キロと競輪に出たんですよ。優勝両方とも。競輪は優勝してないです。6秒、でも6秒出ました。お、6秒走るんだ。まあ、6秒出たんですけど、6秒7だったんですよ。でも2年生でしょ、まだ。まあ、優勝の子が6秒6。惜しい！あ、6秒5か。6秒5。2位が6秒6。うん。3位が6秒7。うちの0コンマ1位、2位。2位。その世界ですよ。でもインターハイ行けるんでしょ、九州大会でそれだったってこと。はい。そうだよね。どっちで行くの？競輪で。ああ、ほんと。今年インターハイどこなの？会場は小倉競輪なんですけど、北部九州です。じゃあお父さんも汗腺調整出して応援するに行くしかないでしょ。それはちょうど。でも、ここですね。ちょうどここです。ここにぶつかったんだ、今年は。そうです。29日のロードだけ行きますけど、ああ、はい。それまでは、ちょっと残念だけど。僕はこっちで頑張って、息子は向こうで頑張って。ね、両方頑張ろうみたいな感じで。なるほど。昔から俺らの時もそうだけど、こう、大分県って、自転車競技は盛んだもんね。ちゃんと、指導者もちゃんとしてるんですか。そうですね。うん。だから、競技が強くて、いい選手がいっぱい出てきてくる感じで。指導者がまず第一に熱いもんね。熱いですね。うん、熱い。指導者ですよね。やっぱりこう、うん、その熱量っていうか、そこのモチベーションの、持って活かせる能力が、やはりこう、うん、高いのが、やっぱりこう、そうだそう大分県ですね、うん、やっぱり。すごいと思う。息子さん、こういうふうにお父さんの背中見て、選手になりたいっていうか、思ってる、言ってるでしょ、選手になりたいって。そうですね、今は選手を目指して。楽しみだね。楽しみですね。楽しみ反面、ちょっとほら、自分がやってるだけにこう、不安とか心配な面もあるでしょ。ああ、もちろん、息子が競輪選手になりたい、まあ、なるとは言わないんで、うん、ただなりたいって言った時には、まあ、両手を広げて迎えれる世界では、やっぱ、厳しい、楽しい面も知ってますけど、厳しい面ももちろん知ってるんで、もう、両手広げて来い来いっていう風な感じではなかったですけど、あ、まあ、でも本人がやりたいって言うんだったら、やっぱりならせてあげたいなっていう気持ちはありますよね。楽しみだね、お父さん。師匠は大塚健一郎でしょ。違うか。そこは違うか。え？そこは違うの？そういう話を最近こいつはよくしてくれる。おお、ほら、やっぱりそうじゃないの。これもう、延命措置入ったから、もう自分の中で、それと、それと違うから、ほら。師匠となったら教えるものはほら、違うから、やっぱり、今まで積んできた、この重みを言うのも全然違ってくるから、ほら。いやいや、もう自分がおろそかになっては、やっぱりファンにも失礼なんで、自分もやっぱりこう、弟子も育ててきたんで、はい、もうこっからもこう、自分の芸人人生を生きたいな、っていうことは、こういうふうに。らしくないな、らしくないな。言ったよね。守りに入っちゃうんすね。守りに入っちゃう。らしくないな、もう、とことん行くのが大塚健一郎って感じだね、もう。今だってレーススタイル崩さないじゃん、すごいと思うよ。レーススタイルは、だからそのレーススタイルを
崩さないために自分が静寂を保つという。でも、うん、素晴らしいなと思うの。あの、真面目な話になるけども、だってほら、今の競輪ってやっぱり扇屋になってきてから、昔の俺らの時代と違って、ガンガンとほら、マーキャーもやれなくなってくるの分かるのね、やっぱりさ。でも、競輪ファンからすると大、追い込みの醍醐味っていうのはやっぱりこう、ダーンダーン競って、勝ち取ってとか、そういうのも素晴らしい技術として見てる。でも今、扇屋になってそういうのもできなくなってきた中で、唯一こう見てると、ほら、じゃあバンテッドガンガン行ってやるのを見てるし、気持ちがいいもんね。その、勝つ負ける運じゃなくて、そういう行くっていうスタイルがもうなかなかなくなってきたから。でももう、自分はもう延命措置なんで、うん、もう行けるとこまで行くっつって。あの、自分は自力選手だったから、あの、こういう、もう後ろ、なんていうか、守ってくれる人が、後ろついてくれるとなると、気持ち的に楽だし、ある程度ちょっと早めに行っても後ろ、あの、すごいやってくれるからっていうので、すごいありがたいな、ついてくれたらありがたいなっていうのは自力選手の本音なんだよ。だから、そこを来てくれるっていうことは、イコール、あ、自分のことを認めてくれてるんだなって嬉しさがあるんだよ、先行選手の。大塚健一郎イコール、そういうのをもう後ろ守るっていう、もう、なんかこういう看板みたいなのもあるから、すごいと思う。もうなかなか今はそういう選手いないからさ。競輪マーグローに対して、全国選手がいるときは絶対に守るっていう、この意気込みはもうずっと変わんないんですけど、その、自分がその一人のときにどうするか。競輪ってやっぱりその、すべてが性格が出ると思うんですよ。だからでも小岩君のそのレース見てもこういう感じでこう、行くとこへ行くし、この前の宮原記念ももうね、10万円車券だけ2回だってね、普通3番手から抜いたのも最後前が行けなくて、外を伸びてきて行ってるんだよ。だからスピードあるもんね、見てて。調子いいよね、と思って、なんか見てて。そうですね、ここ、まあ、何年間か。まあ、息子が、中学校の頃野球やってたんで、クラブチームで。まあ、忙しくてっていうのが、まあ、言い訳で、まあ、ちょっと練習が、あまりこう自分の方には向いてなかったところ、今高校に入ってでも手放したので自分のに全力を注げるようになっ、ね、はい、なったっていうのもありますし、やっぱりあのアマチュア一緒に面倒見てたので、まあその子と一緒に練習する中で、まあ、僕も刺激もらってやって、いいよね、はい、坂本さんってどんな感じの人自分が思うのはやっぱ雲の上の存在であって、やっぱりあのオリンピックも出られてますし、あのタイトルも取られてますし、まあ異名もあるじゃないですか、ロスの超特急という、まあ、そういうぐらいの選手に自分たちがいろいろ言えるあれはないとは思うんですけど、あのよくしていただいて、長男の高志君も連携もありますし、なんかこう、考え深いものありますね。酔ってないね。酔ってない。そこは多分ね、俺、なんか駆けつけ3枚は間違いないと思ったんですよ。小岩にこうやったら目で会えたら止めてくれるんじゃないかな。止めれるわけないでしょ。そうなの？止めるわけないじゃないですか。しょうがないな、そこはね、この九州人のキスだからね。選手って、やっぱりこう、どっかでやってて、挫折っていうのはあるね。なかなか行かないとか、そういう時とかあった。こう、選手やってて。それはもうずっとじゃないですか。自分も S 級の選手になれると思ってなかったんで。で、まあ、4回で選手勝ったんで、とにかく S 級パンツ履きたい。はいはい。時に、まあ、1回落ち着いて、そして、まあ、先方の転換を考えてですね。まあやっぱ悩むところはありましたよ。落ちてから今までずっと S 級に在籍してる、はい、もうちょっと。はい。おお、すごいね。で、どっか挫折あった？挫折しかないですよ。本当に？もう今日まで。
方まで挫折しかない。だって G1 に出て、もう、サマーナイト出るんですよ。そうそう。だからこの後ね、サマーナイトも出る。挫折しかない。これ、いや、サマーナイト、サマーナイトくれよ。志が上だからこんなもんじゃないって。サマーナイトだし。やっぱりね、若い頃って、自力で活躍したいんですよ。やっぱ先輩もそうですし、お世話になってる先輩たちの前で走りたいっていうのももちろんあって、それがやっぱりできなかったんでね。自力が弱かったんで。で、じゃあそこでもう挫折じゃないですか。で、追い込み屋にじゃなりますって。追い込みになると、やっぱり追い込み屋の厳しさっていうのがあって、こういうふうにいろいろ教えていただいて、でも、やっぱりそういうふうになかなかできないんですよ。自分がですね。で、やっぱそれがもう挫折ですし、で、周りを見れば、同期はね、タイトル取ってる選手がいたりとか、こうしてる中で頑張れるはずなのに、もっと頑張りたいのにっていう中でずっと自分との葛藤をやってるんで、そこの自力選手から追い込みに変わろうとしたきっかけは何だったの？やっぱり戦えない、迷惑しかかけないラインに対して、僕が弱かったらそのラインが潰れてしまうので、もう迷惑しかかけないので、どういうふうに、ましては自分も生き残らないといけない世界でどういうふうに戦うって行くのか今後って考えると、やっぱり自力から自在になって、自在から追い込みになって、まあそういう段階を踏みながら、じゃあ自分でまあ判断していったっていうか、流れとかみんな自分でも、そうですね、もう自力じゃこれ以上上に行けないってこと、そこでじゃ あまだまだ選手としてやっていくんだったら、まあいろんな面があるっていうことで、戦法があるってことで、そうですね、やっぱり昔は追い込みの選手ってものすごい強い人が多かったので、やっぱその中に、その世界に飛び込むっていうのは、若い頃から飛び込むっていうのは、かなり、精神的にも大変だったんですけど、まあでもそっちを選ぶしかなかった自分の力って、足の力っていうのがあったので、そこで近場にいい先輩がいるじゃんっていうことでアドバイスを受けて、ね、いいかどうかわかんないですよ。いやいや、ダンさん。いいかどうかわかんないですよ。他の地区にしたら、こんな近くにアドバイス受けられる追い込みの、なかなかないと思うよ、本当に。例えば仕事行って、自力選手がいて、九州地区で。3人乗ったとしたら、どういう周りなの、そこは。あ、もう今は小山じゃないですか。いや、前回も、だから、その話で。うん、あ、そうだ、あ、だ、そうだ。どこだっけ、高知か。どこでしたっけ、高知の、まあ、仕事の全プロで。仕事の全プロで。その話も、したんですけど。一本は、やっぱりこう、筋は通しておかないといけない。はいはいはい。自分の性分的にですね。うん。で、ずっと見てるし、レースを。それを一本やって、うん、じゃあそれもいいですって言うんですけど、そうじゃない。でも、やっぱり、客室的にも、今、小屋の方が多分上だと思うし、まあ、自分は3番手もある日で。でも、抜きます。大阪さんも、早い段階からそういうふうに言ってくれるんですけど、でもそれは僕は、それはもうしない。僕はもう3番手固めるから、大阪さんが箱で。で、例えば大阪さんが横に動けなくなった時には、僕がまだ動けるんであれば、僕は前回りますけど、動けるんだったら、それはもちろんやっぱり大塚さんが箱で、僕が3番手だと思ってるんで。そう言われたら、ますます頑張る気になるよね。まだまだこれやる。まあ、横には動けるんですけど、なかなか縦が。いや、先行選手はそれが一番だよ。抜きに来なくて横だけやってくれる先行選手が一番最高だぞ。3番手の選手からもそうですよ。そう。もう、先行選手は、一番ありがたいですよ。いや、サモさん、じゃあ、最高じゃないですか。最高、だから最高だよ。最高じゃないですか。抜きには来ないで、横にそのかりガンガンやってくるんです。最高だよ。もう評価一番だよ、本当に。本当に。そういうのを見てると、先行選手はさっき言ったように、大塚が後ろついてくるとなると、いや、ちょっと早までも行っちゃった方がいいよと、すごいやってくれるかって、みんな。そうなんですよ。今、行ってくれるんですよ。だから先行選手はみんな見てるから、そんなのありがたいから。何にもほら、あまりこう仕事を立て足ある選手が、こうちょっとしがんで自分でもうこう出てくる人もいるんですよ。だから、そういうのを見てると、やっぱり、大塚選手からしたらもう、そこはもう、勝つみたいなことになっちゃうでしょ。ね、本当に。二人から言って、この
若手伸びてきそうだなっていう、こいついい走りっぷりしてるっていう注目の選手いる？やはり九州先輩は、まあ、多いよね。今多いもんね。カナダタイトルとかですね。ね、はい、もういずれタイトル取ってもおかしくないの、ね、力はあるからね。あの熊本勢とかですね、うん、あこら辺がドンと来たんで、ね、熊本の選手若手が結構ね、おなんか大勢大きく一気にここ来たような感じだよね。そうですね、あそこら辺からまだ九州の図式が変わってですね、うん、またまあ荒井くんがね勝つ昔でしょ、同期だっけ。そうですね、同期の、じゃあいい励みっていうかいい刺激になってるんじゃない、うん、そうですね、もうね、誰かいるの？こういう、こう。もちろん、地元で、安倍正弘、うんうん、ウィナーズ一緒に行って、まあ、その時あまり良くなかったんですけど、まあ、ステムの悩みが、彼があって、うん、で、まあ、元に戻したのがいいんですかねみたいな感じの話をして、うん、まあ、正弘元に戻したのがいいんじゃないのっていう話をして、まあ、戻してからがすごいですよね。うん、もう、あれから、G1 は優勝してないですけど、F1、G3 すべて優勝してますね。ね、今走っても優勝だもんね、ほとんどね。で、正弘が、今まあ、それだけ強くなってるんで。で、今季から、10っていうのが。ああ、知ってる知ってる。はい。S 級上がってくるんで、うん、どれぐらい S 級で通用するのかっていうのは、まあ僕の中での楽しみですね。あの10をもうよくしてて、ナショナルチーム。そうそうそう、本当にいた時から中距離のやってて、はい、中距離なんだけど、短距離系の客室なんだよね。はい、意識力がすごい速くて、ね。スピード系の中距離です、ね。そうそう。だからよく知ってて、この子がケリー選手受けたいってなるって言った時、この子強くなるなと思ってたんだよ。意識力強いから。絶対この子強くなる、ね。だから、安倍正弘と同じみたいな客室だからね、うん、強くなるんじゃないかと思ってた。今から、大分も。ね、うん。まあもね、熊本みたいに盛り上がってくれるといいなっていうのは、ね、なってくる、あります。素材がいるよね、そうですね。まあ、本当に、ね。でも若手が育ってくると、後ろの追い込みが育ってくるっていうか、うまくね、頑張ってきて。例えばここの大分に、もう G1 で優勝する、例えば追い込みがいたとしたら、追い込みが育つんじゃないんだよね。先行選手が育つんだよね。その強い追い込みの前を走れる、なりたいって憧れになって、で、この人の前を走れるようになりたいってなって、頑張って、先行選手が育つんだよ、ね。逆パターンなんだよね。で、強い先行選手がいると、その先行選手の後ろを回れるような追い込みになりたいって言って、マークヤンが育つんだよ、ね。先行選手同士が育たないんだよ、ね、うん。逆なんだよ、ね。自力選手はやっぱり、10人いろいろで、やっぱりいろんな選手いますし、性格も出るんで、ね、強くなってくればなるほど、明確に見えてくるんですよね。うん、だから、まあ自分からしたらですね、後藤大輝くんとか、うん、あれが、本当の競輪じゃないのかなと。あ、今出てきたね。はい。やっぱり追い込みにしたら、ああいうのが今後すごい、うん、ここクーッときますよね。ね。俺らからすると、クーッとくるよ。でしょ？珍しいというだけあって、そうじゃないですか。うん、だから、追い込み屋としては、大切にしたい。そうそう、そうなってくるよね。うん、この子はこういういいレースをするんだから、そこをなんとか守りきって、そうそうそう、二人で、要するにね、結果を出した方がいいって感じです。そうそうそう。それで、二者五者あれば、うん、それで、納得だし、それが役割だし。うん。うん、だからそう、それを、競輪と思ってくれるんであれば、うん、嬉しいっていう自分のこう考えですね。いい追い込みが、そう若手が出てきて突っ張って先行して、後ろガンガンやってくれて、残してくれて、本人は、とにかくがむしゃらで走るじゃん。先行選手。で、残してもらって、それが、あ、このメンバーで自分は残ったんだなと、自信になるじゃん。さっき言ったように、いい追い込みが、いい、若手の、いい成功選手を育てるみたいな感じになる。だから、そういう、なってくると思う。もう、奈良のせいぐらい、突っ張って、チャンスくれよっす。抜けねえじゃねえか、バカ野郎っす。言いますけど。いやいやいや。まあでも、本当に嬉しいっすよね、まあ。多分ね、でもね。冗談ですよ。これは冗談なんですけど、うん、嬉しい悲鳴ですよね。うん、心意気っていうか、その発信がね。そうですね。その気持ちがですね。うん、なると思うよね。その代わり引いて何もできなくて、不発だったら当然。当然もう便乗ですね。いいね。あ、カットっすか？いやいやいや、いいね、いいね。カットっすよ。小岩選手は逆に、その年齢になって、
気を使う年代になってきてる。もうそれとも逆に、ああ、全然関係ないよ。気を使います。あ、特に自力選手とかね。はい。若手には気を使いますね。やっぱりもちろん追い込みはですし、うん、まあ、先行屋を育てないといけない。はいはいはい。若い子たちを潰さないように、うん、育てていかないといけない。やっぱそれは時代の流れがあると思うんですよね。大塚さんなんかもう、おい、ついてこいよ、みたいな感じの、うん、ね、教え方されてきましたし、でも今が僕たちが、おい、ついてこいって言っても、若手には通用しない。時代が違ってね。はい、しないんで、やっぱり若手の意見も聞きながら、はいはいはい、ね、こう話し合って、あ、いける、いけない、うん、じゃあどうしようかっていうことを、やっぱり気遣いながら、一緒にね、高みを目指していかないといけない。まあそこはやっぱり昔と時代も違うのかなって。競輪自体の、まあルールも違いますし、それ以前に時代が、今ちょっと、やっぱりね、昭和、平成、今令和ですけど、まあその中で変わってきてるのかなっていうのは、思います。いろんな選手と話聞いても、みんなそういうもんね。なんか時代がちょっと、今の子たちに教え方がちょっと。ね、今までは、銃あるうちを銃ぶつけてくるじゃないですか。うん、そうすると、僕たちも答えないといけなかったんで、やっぱりそれに、それ相応にこう、答えてたつもりではあったんですけど、はいはいはい、まあ今僕たちが銃伝えることに対して、若手がどの程度響いてるのかっていうのが、はいはい、やっぱ昔の僕のすぐ近くの後輩は、やっぱりこう、銃言えば、やっぱり5とか6とか響くんですけど、うん、今の若い子たちってやっぱり2とか3とかしか響いてないような気がします。はいはい、この競輪界じゃなくても、いろんな社会もそうかもね。そうだと思います。そうかもしれないよね。今の時代、うん、まあ、この、競輪界じゃなくて、今の時代が、もう、すべてだなっていうのは、そうそうそう。俺はこのまま言います。いや、それでこそ、まあ、築き上げた大塚健一郎という、こういう像があるの、それをやってた方がいい。せっかくここまでいい意味でやったから、ほんと。競輪人生なんで、自分はもう、これで、やっぱりこの先輩から、教わってきたのね。教わってきたところを、やっぱりもう、これで生きようと。それが競輪人生だなと。まあ、自分はもうそれで決めてますね。なかなかもう最後の、のぶしじゃないけど、あれじゃないけど、やっぱり最後にね、こういうふうに昔の俺らの時代の競輪道を最後までやってるのが、大塚ぐらいじゃないのっていう、うん、最後のって言って、ね。僕はもうお親大事にして、墓参りして、墓掃除して、っていうぐらいしかしてないんで。すごいね。いや、それは一番大切なことだと思うよ。いや、本当に。勝負師の仕事をやってて、俺はそれが一番すごいと思うよ。子役は毎日これをしてるんですよ。見てた、YouTube 見てて、でもそれは大切だと思うよ。うん、本当に、うん。だから、その差じゃないのかなと思って。選手って、最後、緊張感の中で戦うときに、特に競輪選手って、誰もいないじゃん。結局で緊張感の中で、誰も助けてくれる人がいなくて、誰かって最後は自分自身だ。だから自分自身で最後しかいないんだけど、後押しとか力になってくるのはやっぱりこういうご先祖様とかそういうね、先祖を大切にするって気持ちが大切じゃないかなと思う。うん、ねえ、でも自分がいるのはやっぱり先祖とか、うん、やっぱりこう、一人かけても自分は絶対存在しないんで、墓参りとか、そういうこう、お仏さんをきれいにするとかっていうのはしてるんですけど、小屋君のドキュメント見たときに、もう、一個行ってたんで、ああ、それは怪我せんわなと思って。すごいな、はい、今、視聴率上がってるよ。もう、すごいよ。上がってる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 今。ちょっと俺さ、ファン投票にしては遅かったけど、これだから。俺2ヶ月前これ出てたら、ファン投票ガッと来てたけど、ちょっと遅かったね、時期的にね。さあ、これ上げるみたいな。来年って言ってた。来年、ほんと。趣味とかあるなんて聞いてどうなのと思ったけど、趣味聞くんだって。オフの時の過ごし方って。僕ペット好きなんで、犬が大好きなんで、まあそれが趣味って言えば、それが趣味なのかもしれないです。え、犬は何飼ってんの？犬は、ドゴアルヘンティーノっていう。全然わかんないな。そうですね。それは、
名前は、これ侍です。侍。侍。そうですね。ちょっと難しい。やばいの分かってる。なんか名前からすっごい高そうな犬じゃない。いや、野犬とか、ドーベルマンとか、秋田犬とか、そういうあの、強い犬が好きなんです。なかなかいないでしょ、そういう飼ってる人って、それ。あ、そうです。だからあの、犬の話は、しないようにしてます。犬好きなのか。犬が好きなんで。じゃあ散歩もちゃんと連れて行って。もちろん散歩も行くんですけど。朝晩という、以外あるでしょ、行くんですけど、散歩ができないんですよ。リードが違うの？リードっていうか、一般道で散歩が、やっぱ怖がられるから他の人に。犬とか猫とかに行ってしまうんで、行けないんで。食っちゃうから。山に行っちゃうから。要するに誰もいないとこに行かなくちゃいけないってこと。いや、そこまで大変なの。そうそう。ね、猫なんじゃ食っちゃいましょう。バーン。小岩選手はやばいっすよ。家にですね、鳥が飛んできました。飛んでました。はい。そこで、何が飛んだか分からん。で、そこで、バーンって死を遂げました。で、ガラッと開けたら、あ、鳥死んどんやん。その鳥食べました。愛犬がね。本人がです。犬と一緒じゃん、さっき言ってた。はい。うちの犬が猟犬だから、イノシシとか鹿とか、取って、まあ、普段さばいて食べたりするんですけど、鳥もさばくんですよね。鳥が家にぶつかって死んだんですよ。たまたまね、バーンぶつかって死んで、どう？あ、俺食えるやんか。で、今死んだから、じゃあ食べようかって言って。本当に食べたの？食います？さばいて食べたんですよ。ほんで腹下なんですよ。出すよ。半分犬にあげたんですよね。で、食べた30分後ぐらいから、熱が40度ぐらい出て。いや、やばいよ、そういう野鳥とかね。でも、上から下から出るじゃないですか。なるよ、そう。あれ、これ鳥じゃないかなと思って、まあ、犬舎の方に行ったら、犬めっちゃ下痢しちゃった。やっぱりあの鳥やった。やっぱりってよかったいや、普通、食います今ので、多分、視聴率で下がってるから。オールスターのパワー落ちてる。こんな痩せる。今の、小岩は落ちてない。先行選手ってのは、ほら、レースを作ることだから、やっぱり、どうしても、どんなとこでも先行しなくちゃいけない。先行っていうか、動かなくちゃいけない。そうですね。そこで追い込みっていう人がいて、追い込みの先方の人がいたら、やっぱりどこかしらやっぱり動いて、やっぱりレースを作るっていうか、ね、それはそれで醍醐味っていうか、それも。それは短期っていうコメントが悪いわけじゃなくて、楽なんですよ。多分そうだと思うよ。その前の日から楽なんですよ。だから流れによって、うちが開けばうちをしゃくっていくとか、そう。だからもう全然、リスク背負うことないもんね。別にこの中段にいて中段で終わってもう最悪いいし、うちが空いたらうちでこう潜り込んでどっかで。自分の最低限を決めとけば、マークの定義っていうのは人それぞれなんで、自分は、ここだけは絶対にその、こう、ケアをしてても、何をしてても、ここは譲らない。ここのコメントは逃げない。じゃないと、長く選手を続ける。コメント言うことによって、もうモチベーションとかずっとそれが自分でその一戦で戦っていくっていうモチベーションになるかもしれない。例えばそこで一旦もう、さっきみたいに短期って言った途端、もう自分はなんか落ち着いてしまったみたいな、勝負しないみたいな感じで。そうですけどね。難しいんだけど、気持ちが強くなくちゃいけないのと、あとやっぱり、こうやっぱり先方の戦い方で自分をね、維持していける。ある意味追い込みっていうのはやっぱりさ、負けても、なんていうか、ガツガツ行くっていうのを先方見せるのも先方のうちだ。やっぱり、ああ、来た、来られると嫌だっていうのもいるじゃん。相手が、だったら。まあ、コメントからですね。コメントで、ほら。それも一つの武器になってくるじゃん。逆に。コメントっていうのは、やはりこう、大事な部分になってくると思うんですよ、ね。そうそうそう。はい。自分はですね、最後の最後まで、まあ、それだけは次通そうかな、と思ってますね。はい、じゃあまずね、一番大事なところで、はい、今回のこの地元記念にかける思いをまずは一人一人ね、まずは小屋から聞いていきましょう。そうですね、まあ地元記念 F1 に限らず
地元で優勝するっていうことを、まあ、僕は目指しているので、やっぱり記念っていうのは、まあ、1年に1回しかないあの大会なので、まあ、僕の中では G1 よりも上だと思っているので、まあ、そこに目指してやってますし、まあ、優勝、まあ、常に優勝を目指してやってるんですけど、まあ、相手がいることなので、まあ、なかなか、まあ、それは達成されてないんですけど、まあ、やっぱり今年も優勝を目指して頑張ります。はい、大塚健一郎選手どうですか。ゆたーっと小岩に四角分風で連れてってもらいましょう。よろしくお願いします。はい、頑張ります。2人が頑張ってくれると、はい、成果が出ると来年も自分にオファーが来るかもしれないんで、ぜひぜひ自分のことは何でしょう。坂本さん、俺も陰ながら応援してるっていうことで。いや、応援だけど、結局最後自分じゃん。じゃあ、まあ、二人が何でそんな。いや、二人がとにかく頑張ってくれたら一番で、こういう仕事やった甲斐があるから、本当に。頑張ってね。よし。じゃあ、頑張ります。よし。やるぞ。よし。いいっすね。大塚選手と小岩選手が出場する別府競輪オランダ王国友好杯は7月25日から開催。開催期間中はイベントやファンサービスも盛りだくさん。2人の車券を買ってぜひ本場で応援しよう。